紀元酒は現在のところ諸説がありますが、一般的には北太平洋や北大西洋に生息する種が古代から存在していたと考えられています。氷河時代においても鮭は北方の冷たい水域で生息し続けていました。鮭は産卵のために淡水域に遡上する魚として知られています。この遡上行動は非常に劇的であり、滝を登ったり急流を泳いだりする姿が印象的です。彼らの中には驚異的な遡上距離を持つものがあります。例えばアメリカのコロンビア川に生息する鮭は遡上距離として約 1200km を泳ぎ登ることがあります。鮭は海洋で成長し、産卵のために遡上する際には成熟した姿になります。鮭は塩漬けや燻製など保存食としても利用されてきました。鮭は主にプランクトンや小魚などを食べて成長します。海洋での生活では肉食魚として活動し、成熟すると産卵のために栄養を蓄えます。鮭の身には赤身と白身があります。これは鮭が海洋で食べる餌によって色合いが変わるためです。特に赤身はオメガ3脂肪酸が豊富であり、健康に良いとされています。鮭は産卵地を選ぶ際に水質や流れの条件を考慮します。清流や淡水域が好まれることが多く、その場所が産卵地として利用されることがあります。鮭は嗅覚が非常に優れています。産卵地を見つける際には水中から特定の化学物質を感知して進路を判断する能力があります。鮭は渡り鳥のように定期的に移動することがあります。一部の鮭は海洋での生活後に淡水域に戻るだけでなく、季節ごとに異なる海域を渡り歩くこともあります。鮭は産卵後に卵から孵化した若魚が孵化場所から海に下る際にも保護します。親魚が若魚を導いて食べ物を探すなどの行動が見られます。鮭の遡上や産卵により生態系に多くの影響があります。鮭が川に栄養をもたらし、他の生物の生態系を支える役割があります。これからもたくさんの動物の雑学動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録お願いします。